1999年4月、高校入学の日、僕は二人の奇妙な男に出会った。その上、この街には何かがある。得体の知れない何かがあると感じる。この森王朝に。俺の名は空城城太郎。血縁上はお前の甥ってやつになるのかな。この町には何かが潜んでいる。何か非常にヤバい危機が迫っているぜ。森王朝に限ったこの変死事件について警察は慎重に捜査を進めています。そいつはおそらくスタンド使いだろう。新しい敵かもしれん。学生服の男というより、そいつの持っていた弓と矢がな。俺の頭にケチつけてムカつかせた奴は何者だろうと許さねえ。じいちゃんの守ったこの街で永久に生きるんだ。ドラ1年 B 組東方丈介です。さて丈介、この状況お前ならどう切り抜ける？切り抜けるってのはちょいと違いますね。ぶち壊し抜ける。オーラー！その写真の意味が分かったかもしれん。この街の危機、何かヤバい。やってみろ。こらなんだって。謝るな丈介。ドラララ永遠に供養しよう。てめえが殺した人間のな。ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない。やれやれだぜ。